DeNA の C ランクキャッチャー欲しい球団ある？ホークスが欲しいらしいな。戸柱最初の方ボロクソ言われてたのに育ったな。やっす、争奪戦やろ。どこに行きたいの？ C ランクなんてみんなのものみたいなもんだからな。若月が FA するならオリックスが取れやろ。実質若月戸柱になる。さすがに引き止めるやろ。なんとなく松中に憧れてそう。ドラゴンズは欲しいだろうな。狙ってたしな。まあ山本いるし早々に松尾にシフトされる可能性あるから出て行ってもおかしくはないな。星なんて何度追ってもええですからね。後情報丸裸になるしセリーグが手を出しそう。ミネイの今を見てホークスに移籍したいと思うし、ランオランやろ。もしランクはいいだろう。人的保障より当たりが少ないってどういうことやねん。ミネイと比べてるやつ多いけど、ミネイは FA 年にちょうど活躍しただけだが、戸柱は経験豊富だし普通に働くと思うぞ。これで出て行っても山本、伊藤で繋いで本格的に松尾育成に入れるし、そんな痛手でもなさそうなんだな。去年から成績伸びてるし併用しないでも結果残してくれるよ。年齢以外は完璧。ミネイの件だってソフトバンクはもともと徴用するつもりまるでなかったやろ。ミネイの状況見てたら逆に残留選ぶかもしれんな。争奪ラインは1億かける3年ぐらいか。コミュニティに敵対の選手や使ってほしい選手、各球団の話などプロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。